眼科医の平松です。今日は緑内障の OCT についてお話しようと思います。OCT っていうのは、目の神経とか、網膜とかですね、その厚みを測ったり、細かいチェック、検査をするような機械です。で、緑内障の OCT っていうのは、普通の OCT の機械があれば、普通に検査できます。大体のところね。なので、OCT があるかどうかは、医療機関によりますけれども、そこのホームページに載ってたりすることが多いですね。うちのホームページ載せてないんですけど、申し訳ないけど。大体あるってわかるでしょうっていうところで申し訳ない、載せてないんですけども、普通のところはありますと。じゃあ、OCT をするメリットで何があるかっていうことをお話しようと思います。OCT のメリットっていうのは、普通はですね、緑内障っていうのは、眼圧を原因として、神経が悪くなって視野が悪くなる。見える範囲が欠けてくるわけですけど、その視野が悪くなって初めて、ある程度わかるんですよ。もちろん神経も私たち診察してますけども、すごく細かい差はわからないですよね。あなたの、目の神経が、1ミリの1000分の1薄くなったなんてさすがに見てわからんわけですよ。でも、OCT って1ミリの1000分の1、いわゆるマイクロメーター単位であなたの神経の厚みをチェックしたりできます。なので、本当は、視野が悪くなる。それを見て治療をもっと強くしようってことをする場面で OCT があるために、いやこれ早く悪くなってるからもっと早く目薬を変えようよ、もっと早く手術をしようよ、もっと早くこういう風にしようよ、目薬変えようよとかって話ができるわけなんですよね。つまり早め早めの治療をするためのチェックポイントになるってことです。もちろん、あんまり OCT が変化しないで視野が変化するってタイプの人もたまにいるんですけども、あとは OCT が取りにくいタイプの人もいるわけなので、すべてが OCT があれば解決するわけではないけれども、とっても、細かく見るのに有用な検査になります。じゃあ、OCT 受けるにはどうすればいいかっていうと、普通は、OCT がある医療機関で緑内障をちゃんとやってるとこだったら、OCT もチェックすると思います。もちろん、医者にもいろんな流儀っていうのがありまして、いや、わしは自分で目で見るから、OCT なんかいらん、みたいな人もやっぱいるのは現実事実ですね。すごく能力が高い方もいらっしゃるし、いろんな方がいらっしゃるのも現実事実だけど、そういう考えた方もあるので、OCT がなきゃダメってわけじゃないです。また、ない施設でも、ある施設と連携を取ってうまくやってるってところもありますね。うちでもよくあるんですけど、OCT、あそこないんだけども、たまにうちに紹介してくれて、悪くなってるタイミング、早めに早めに紹介してくれて、治療してるからいいよねって施設も結構あります。だから、機会がなきゃダメだとか、そういうことじゃないんですよ。ちゃんと紹介して、連携取ってくれるところであれば、機会がなくったって、その先生が見て、早め早めにうちと紹介して、例えば年一でうちで見て、あとは、地元の先生見てもらいましょうってところもありますし、機会がなきゃダメってわけじゃなくて、その医者がちゃんとしたスタンスで理解して治療してれば、問題はないです。じゃあ、OCT の見方っていうのはどうなのかっていうのは、もし皆さんが希望があって、OCT の見方も知りたいですってなれば、細かく、ご紹介しようかなと思います。ちょっと、マニアックなので、皆さんが知りたいかどうかなっていうのをちょっと僕もなんか迷うところではあるわけなので、こんな感じで緑内障の情報をいろいろ上げてまして、詳細欄の方にですね、再生リストっていうのが緑内障のありますんで、他のもいろいろ情報あるんで見ていただければと。あと、OCT についてもっと詳しく知りたいって場合はコメントに書いてくださったりとか、いいねとか、よく見てくだされば、これ皆さん興味あるのかなって言って、もうちょっと深掘りしてお話しようかなと思うんです。やっぱりね、せっかく情報発信するので、誰も聞かない内容はやっぱ話したくないので、皆さんが興味あるところをお話しできればなっていうふうに思います。